京成高砂駅。京成高砂駅は、東京都葛飾区高砂5丁目にある、京成電鉄、北総鉄道のところを属する駅である。駅番号は、KS10、京成電鉄と北総鉄道の共同使用駅であり、駅管理は、京成電鉄が行っている。駅名表や旅客向け案内では、京成を省略して、高砂とされている。京成電鉄の本線。 金町線、成田空港線と北総鉄道の北総線が乗り入れている。本線以外の3路線は当駅が起点であるが、このうち、京成成田空港線と北総鉄道北総線は、京成本線、京成上の方面並びに、同線の青戸駅から分岐する京成押上線に直通運転している。また、成田空港線は、成田スカイアクセス線の愛称が付けられており、 旅客案内では、そちらが使われている。同線は、インバニ本医大駅まで、北総線と施設を共用しており、京成成田空港線と北総線は法鉄図き上別事業者の路線であるが、時刻表などでは、共通して案内されることが多い。この駅は、京成本線、船橋経由のルートと、京成成田空港線、北総線経由のルートの分岐駅となっており、 隣の青戸駅ともども京成電鉄におけるジャンクションとして機能している。駅東側に京成電鉄の高佐5県尺が設置されているため、当駅が始発終点となる列車も多数設定されている。京成本線では当駅から青戸まで複々線である。島式ホーム2面4線、地平及び単式ホーム1面1線、高架を持つ駅で、京上駅舎を有している。 京成電鉄が駅業務全般を行う。京成本線、成田スカイアクセス線、成田空港線、北総線は地平の2面4線で同一線路、ホームを使用する。京成については本線、成田スカイアクセス線と金町線が別線路、ホームとなっており、金町線は高架の5番線、コンコースと同一フロアからスロープで連絡を使用しているが、 同一車線ながら別改札となっている。同一乗車券、普通乗車券、回数券、IC カードによる改札外乗り換え、途中出場は30分以内の時間制限が設けられており、これを超過すると当駅、下車扱いとなり、普通乗車券と回数券は無効、IC カードは当駅で運賃計算が打ち切られる。5番線ホームができた当初は、 乗り換え用の自動改札機は他の改札機と区別出るように緑色の配色となっていた IC カードはどの改札機からも乗り換え可能が2016年1月現在次期乗車券が投入下である自動改札機が青色 IC カード専用の自動改札機がピンク色の配色になっておりすべての改札機が乗り換えかとなっている発車表は 1>, 1番線から4番線ホームにはフルカラー LED 式のものが5番線、金町線ホームには3色 LED 式のものが設置されている。高砂管区として京成小岩駅、江戸川駅を管理下に置いている。以前は自駅の未管理だったが小岩管区の廃止により当管区に統合された。近年の1日平均乗降人員推移は下表の通りである。 近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。駅の南側に、都営高砂団地があり、駅前に、伊東洋華堂が出店している。駅周辺は、住宅や商店など、中小の建物が密集している。駅西方の中川沿いに、JR 貨物新近貨物船が通っている。駅前には、交通広場を置くスペースがないため、道路上にある、 京成高砂駅停留所から京成タウンバスの路線が発着する。駅の東側に高砂1.2号踏切がある。これら2カ所の踏切は京成本線と北総線、成田スカイアクセス線の列車が同時に通過する上、車両基地への入り、出港の列車も低速で通過するため、朝夕通勤時間帯のみならず、昼間帯、夜間でも遮断時間が非常に長い。 開かずの踏切となっている。かつて、この二箇所の踏切は、手動紹介式、ワイヤー式第一子をつ踏切であったが、同様の方式であった東部伊勢崎線竹の使い木、東京都足立区近くの踏切で二千五年、平成十七年三月に発生した踏切への影響を受け、二千六年、平成十八年九月までにそれぞれ、手動ワイヤー式から遮断管付きの自動式、 第一主港踏切に変更された。これにより、手動式の特徴である、臨機応変な開閉対応はできなくなったため、遮断時間は以前より長くなった。以前は踏切を斜めに交差するような形で、歩行者用の個線橋も整備されていたが、金町線ホームの高架化に際して撤去され、踏切を渡らないで対面に向かう場合、現在は踏切の両側に設置されたエレベーターと、 駅構内の通路を使って横断する。踏切が自動化されて以降、安全確保のために警備員が常時配置されていたが、2011年、平成23年4月に1号2号踏切とも、踏切の途中数箇所に非常用ボタンが設置され、現在警備員は配置されていない。全面降下化も案として上がっているが、高砂建築、車両基地の降下化や、 移転の必要があり、道路、もしくは、線路の地下かも、駅周辺は、強情な建物が密集するエリアであり、実現の難易度が高い。しかし地元からは現在でも高架化の要望があり、葛飾区は、この問題を、開かずの踏切という用語を出して、交通問題として取り上げ、区としても、連続立体化実現に向けて取り組むと表明している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。